皆さん、こんにちは。ミセスロイドです。今日は、先日、ハンガリー産のシーフードのカップヌードルを紹介しましたが、今日はこちら、枝豆を試してみたいと思います。チキン枝豆。で、チキン枝豆なんですが、枝豆は枝豆として通じます。日本食屋さん、もしくはまあなんちゃって日本食というかアジア系のお店とかに行くと、大抵アパタイザー前菜で枝豆があるところがあります。チキン枝豆なのでチキンですね。あとは前のやつと変わらないですね。この多分チキンだけが違うんじゃないですかね。枝豆らしきものとマッシュルームかな、入ってますね。これ線の位置が微妙に低いような気がする。ではいただきます。香りはむちゃむちゃいいです。チキンの匂い、結構香ばしいチキンの匂いがします。で、枝豆ちっちゃくて、あんまり全然枝豆の味じゃない、味がしないですね。これはむっちゃ味薄いです。微妙についてますけど、全然。これは多分アメリカのカップヌードルといい勝負かもしれません。シーフードはまだ多分食べれたかな。まあでもまずくはないです。多分アメリカのよりはいける。アメリカの本当になんかまずかった。あれはなんでかな。やっぱり私がもうなんかイギリスの味のないのに慣れてしまっているせいかもしれないですね。本当にホットヌードルよりマシなレベルです。わざわざ2ポンド出して食べるほどのものでもないです。もうこれなら絶対中華ショップで香港産のカップヌードルは 50p、 ほぼ確か45から 50p で売ってるんで、それの方が絶対安くて美味しい。ちなみに
なみに枝豆の味は全然しないです。これさっき言ったようにお湯のラインが低くてドロドロ系ですね。スープがやっぱり茶色のやつは椎茸みたいですね。味が全然ない。ちなみにイギリスの食べ物が味が薄いのは多分イギリスの気候的にあんまり汗をかかないので塩分がいらないのかなみたいな思ってますだってねイタリアとかスペインとか食べ物美味しいですけど暑いですもんね。結構食塩が必要なんではないかと。ごちそうさまでした。本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。よろしければいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。